チャオトゥティ、どうも今井俊介でございます。はい、1月18日が大阪上昇ホールというところでハーモニーコンサートというコンサートが開かれたんですけども、満席ありがとうございます。ありがとうございますいやー、もうありがとうございます。東京以外のところでこういろいろコンサートしたいなと思っていて、なかなかそれの第一歩がすごく心配だったんですよ。うどん大阪さんの協力やチケットピア、そしてですね、ハーモニーコンサート出演者の皆様のお力によって、まさかパンパンに埋まるとは思わなかったです。本当に嬉しいです。そしてですね、皆さん待ってましたというですね、言ってくださるお客様も多かったので、これから先もどんどん歩んでいきたいと思います。そしてもう一つ遅れちゃったんですけど、チャンネル登録者数が7000人をようやく超えることができました。こちらもありがとうございます。ようやくです地道にゆっくりやっているというのもあるとは思うんですけど、いかんせんね、やっぱりオペラとかオペラ歌手とかクラシックというところの認知や興味というのがね、まだまだ少ないということもあって、ほんとゆっくりなんですけど、チャンネル登録が増えてきたかなと思ってます。これがね、どんどん増えていって、クラシックの世界、オペラの世界にいろいろな広がりをもたらしていけたらいいなと自分の中では思ってます。地道に頑張っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。というわけで、とりあえずね、乾杯しましょう。乾杯。今日はこのアスティというですね、スプマンテ、シャンパンですね、こちらで乾杯していきたいと思います。若干ね、こう辛口とかじゃなくて、こう甘口に近い、スプマンテだったような気がします。リピアーモン、リピアーモン、ネリエディカーリチケラ。それでは、おめでとうございます。いい匂い。実はまだ声の方本調子じゃないので、ちょっとだけね、ちょっとだけ、本当にたしなむ程度、ちょっとだけ。綺麗な色してはる綺麗な色。それでは次のコンサート、今井俊介のツアー、これから先の活動、そしてチャンネル登録者数の増加を祈りまして、乾杯！流れてゆく日頃の緊張感や何やらいろいろなものが流れてゆく。ああ、甘くて美味しい。アスティというスプマンテはですね、甘みがあります。辛口とか酸味とかよりも甘み、ドルチェですね、甘みが際立ちます。おつまみは今日はね、いちごいただきます。あんま、めちゃくちゃ合う、やっぱね、こういったフルーツ系とめちゃくちゃ合う。よかったら覚えておいてください。アスティというね、 ASTI と呼ばれるスプマンテです。2月1日が渋谷区文化総合センター大和田でハーモニーコンサート、東京でのコンサートがあります。プログラムはですね、大阪のプログラムとガラリと一緒ですというのも、いろいろ変えた方がいいかなとは思ったんですが、このハーモニーコンサート自体は I am I のバリトンコンサートスペシャルでのゲストで登場していただいたんですけども、このハーモニーコンサート自体は初めてなんですよ。なので両方第1回第2回とかじゃなくて、第1回として両方こう同じプログラム、同じクオリティで攻めていきたいなと思ったのが今回のプログラムなんで、決してズルしてるわけでも楽してるわけでもないです。ものすごい回数のリハーサルを重ねて本番に臨んでます。なので最後の1曲まで気を抜いてないです。なのでどこを切ってもどこを召し上がっても楽しめるコンサートになっていますので、ぜひ会場に足を運んでください。ほんとあと若干前チケットが若干前あります。
お聞き逃しのないようによろしくお願いします。そして桜ホールはとても響きのいいホールです。すべての曲においてノーマイクで行ってますので、その会場の豊かな響きに倍音が乗ると思いますので、お楽しみに。さあ、これからはですね、7000人の YouTube を超えていったこともあって、3人でいろいろな企画、いろいろなことにチャレンジをしていく動画として、今ちゃん TV 進めていきたいと思います。それだけじゃなくて、オペラ歌手がいろいろなことに挑戦していく、チャレンジしていくというチャンネルにしていけたらいいなと思います。そして質問等々もまだまだ、受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価、コメントもお待ちしております。一つ一つコメントを読ませていただいてます。そしてコメントを読んだものに関してはポチッとですね、ハートマークを押してます。ハートマークがつくと僕が読みましたよというマークですので、そちらの方も楽しんでお待ちください。どうぞよろしくお願いいたします。今井俊介でした。バイバイ。